はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もレインボーシックスシージオレゴンでエリア確保やっていきましょう。もう国境なんてなかった。もう国境なんかもう全然マッチングしないから、もうやっていこう。じゃあミュート使おう。ミュートの音符アクションショットガンでも使おうか。ニトロセル。これでいこう。We need to protect よthe し。biohazard よしよしよ container. し。まずはドローン処理だ。そい。ここなら処理が結構容易にできる。はい。こんなもんかな。で、ここを固めるべし。で、ドローンが引っかかってる。もうね、ドローンをね、平らなところなら、もうこの邪魔を乗り越えれなくなってしまったから、俺はもう相当強いと思うな。ケミ発見。これ一回外して、こっちに置いとこう。あとどっか味方は強化してくんないかな？ブラックアイがついてる。あとはどうしようかな？ここにも一個置いとくか。よいしょ。で、味方そこは閉じた方がいいと思うな。閉じる前、おっと？OK。これ回収して、で、こっちに置いて、で、閉じちゃおう。おっと。あ、そこか。発見された。いないか。ブラックアイが2つしかないな。外にもいない。味方が倒しつつある。また1人やられた。いないな。こっち側に映ってないのか。争奪中。OK。こっち割られた？あ、待って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 。こっちが空いてる。味方やられた。お見事。あと1人。どこだ？おっと。こっちだよ。ナイス。みんなどんどん攻めていくな。アルス。お、流れるように さあ、攻撃側で誰使おうかな。フューズ、IQ とか使ってみようかな。IQ の LMG で OK。テルミット使う？テルミット使うならサッチャー使おう。ね、味方にテルミットがいると、もうどうしても外せない、サッチャー。カプカンじゃなくて、まあ、ミュートが強くなったのもあるけど、それのおかげでサッチャーの需要も高まってると思うから。はい。確か外にも小さな入り口があったはず。
敵にフロストがいるな。ちら、おお。目の前にいた。よし。おっと。テルミットについていこうか。テルミットについていこう。味方が早々に1キル。あ、やられた。で、やり返した。テルミットがこの辺にいたりするか。いない ?4 体に。いないか。いないか。多分強化してないと思うから。はい。いない。いない。テルミットが来た。ドローン。あれ。いや、いないわけはないと思う。あ。なに。入るべし。オッケー。味方が見てくれてる。上から来るか。よし、オッケー、来なかった。一人も倒してない。さあ、さっくりと来て、防衛側。これがもう一回ミュート使おう。僕は今回ミュート担当で、ガッチガチの。よし、おお、ここか。ここなら、ここは固めておこう。で、こっちにも、さすがにここはね、どのみち物質は見つかってしまうから、まあ、ドローン処理は始まってからにして、ここは置いて、まあ、こう横の穴もたくさんあるしね、ここ。ここも置いて。ここ閉じようか。発見された。あ、そこか。閉じて。来てる来てる。おお、来てる。上は味方が見てる。味方やられたな。邪魔を切ってない。ここに1個置いとくか。デプロイジャマ。
外は結構破壊されてる。フューズか。監視カメラ壊していかなかった。フューズどこ行った。おっと、上か。割ってくる。味方一人やった。あんなとこに入ってった。カプカン上で戦ってる。ちょっと待って、今のフューズどこ行ったんだ。あ、壊された。やられた。どうする。おお、二人になった。悪音。オッケー。そい。あ、壊された。ゲイ。ゲイ。ポンプアクションがこんな強いとは。カモンカモン。よし、オッケー。ポンプアクションがこんなに強いとは。ブラビアの盾も撃ち抜いた。あ、完全勝利。今回この状態だとミュートだけで戦わずに勝てそうだったけど、4キル0です。でもどんどん名声を貯めて早くね、バルキリーの方も買わないといけないんだな。というわけで今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。